天にいらっしゃいます優しいお父様、この安息日にあなたを礼拝するためにこの御堂に集まりました。どうぞあなたが聖霊をもってこの会堂を満たしてください。そしてこの礼拝を受け入れてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通しお祈りいたします。おはようございます。皆様とともに、この会堂でまた、インターネットを介してですね、お礼拝ができますことを心から感謝を申し上げたいと思います。本日の聖書朗読はテモテ第2の手紙4章の2節テモテ第2の手紙4章の2節となっております。新約聖書口語訳聖書で336ページ新共同訳聖書では394ページとなっております。テモテへの第2の手紙4章の2節それでは口語訳聖書の方から読ませていただきます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め戒め進めなさい。アーメン。開会賛美歌1番、開会賛美歌1番です。どうぞご起立ください。
ざまずける方はご一緒にお祈り、ひざまずいてお祈りいたしましょう。天地万物をお言葉でお作りになった大いなる神様、この季節の移り変わりを感謝いたします。神様、私たちはあなたのことを少しも理解できない貧しいものですけれど、私たちが救われるためにあなたはすべてのことを用意してくださいました。そして一人子イエス様を私たちのために諦めてくださいました。神様、感謝いたします。イエス様を私たちが受け取り、またその中を歩んでいけるように助けてください。今日子どもたちが神のしもべ、人の友として生きるということを改めて皆さんの前で宣言する時をいただいています。教会に子どもたちを与えてくださってありがとうございます。神様、どうか私たちども教会員が、彼らがすくすくとイエス様が大好きになって育っていくように、良いサポートができるように助けてください。また彼らの中にある希望を感謝いたします。あなたを礼拝するためにここに集ってまいりました。またここに集えない方々もおいでになりますけれど、霊と誠と思ってあなたに捧げるこの礼拝をお受け入れください。御言葉を取り継ぎます福島長老の言葉をどうぞお支えくださいますように。また病院で療養中の方々、またご自宅で療養の方々をどうぞそのところにあって支えてくださいますように。あなたがこの祈りをする前からすべてをご存知であるかと信じて、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは献金についてご案内させていただきたいと思います。献金についてですけれども、礼拝献金をお捧げ準備いただけますようにお願いしたいと思います。会堂の方はですね、礼拝が終わった後に出口にあります献金箱の方に、またオンラインを通じて見ていらっしゃる方々はぜひ献金をご性別いただければと思います。礼拝献金は統合献金となっておりますので、半分は教団の方に送られて国内外の伝道活動のために、で半分は教会に残ってですね、教会活動のために使われることになっております。11その他教会費等の献金もご準備してくださるようにお願いしたいと思います。振込オンライン支払い等もできますので、詳しくはホームページをご覧いただければと思います。それでは、献金のお祈りをさせていただきます。その後に主の祈りもお願いしたいと思います。天の父なる神様、いつも私たちに必要なものを与え、そして支えてくださいますことを感謝いたします。そして何よりもあなたの愛、また救い主イエスキリストを心から感謝いたします。私たちの持っているものの中からわずかでありますけれども献金を捧げしたいと思います。どうかこの献金があなたの働きのために有効に使われますように、どうか献金一人一人のものをあなたが性別してください。また捧げてくださる一人一人にもあなたからの特別な祝福がありますように、献金を捧げするこの機会を感謝してキリストイエスの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪を救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では入会式に移りたいと思います。新入会員着席。誓約を行います。長倉しおり、私は神の恵みにより純潔親切誠実でありパスファインダークラブの規則を守り神のしもべ人の友となることを誓約いたします。令和2年10月31日長倉しおり。岩本マリー。私は神の恵みにより純潔親切誠実でありパスファインダークラブの規則を守り神のしもべ人の友となることを誓約いたします。令和2年10月31日岩本マリー。岩本美代。
私は神の恵みにより純潔親切誠実であり、パスファインダークラブの規則を守り、神のしもべ、人の友となることを誓約いたします。令和2年10月31日岩本美穂。中金梢、はい、私は神の恵みにより純潔親切誠実であり、パスファインダークラブの規則を守り、神のしもべ人の友となることを誓約いたします。令和2年10月31日中金梢。長倉泉。私は神の恵みにより純潔親切誠実であり、パスファインダークラブの規則を守り、神のしもべ人の友となることを誓約いたします。令和2年10月31日長倉泉。以上5名、はい、無事に、入会の誓約をすることができました。3月にやる予定でしたけど、コロナのためにですね、できなくなっていましたけど、今日、本当はですね、6人の子どもが入る予定でしたけど、今日どうしてもご家庭のご不幸がありまして来れなかったんですが、5人の、子どもたちが、真新しいスカーフをかぶまあ、新しいスカーフを、つけることができました。それでは教会の皆さんにご挨拶したいと思います。新入会員気をつけ。天沼教会の教会員の皆さんに敬礼。倒れ回れ右着席。はい、これで入会式を終わります。本日のお礼拝の説教は、パスファインダークラブの
部長であります福島正夫長老です、説教のタイトルは時が良くても悪くてもとなっております。その前に、オルガンによる奏楽が、諸見里姉妹によって準備されております。よろしくお願いします。おはようございます、今日のお話の題をと聖書朗読の聖句を読んで本日のお話の内容はお分かりになるかと思いますので、私の、最も望んでいました入会式もできたことですので、これで終わりにしたいと思っておりますが、そうもいきませんので、少し、お話をさせていただきたいと思います。3月の29日、今から半年前のパスファインダーの入会式を行う予定でしたが、前の週の連休過ぎからコロナの感染が拡大し、やむなく式を中止しました。その後、緊急事態宣言が行われ、教会での礼拝をインターネットライブ配信に変更され、教会堂に信徒を集めて集会ができなくなりました。天沼教会は安息日学校礼拝を中止はしないという決心で、牧師を中心に安息日学校礼拝をライブ配信いたしました。新型コロナウイルス感染症は全世界に蔓延しています。街を行く人はマスクをつけるようにと言われ、日本はほぼ外出する人はマスクをつけて道を歩いています。SF 映画で毒ガスが地球を襲い、防毒マスクをつけて歩く映画がありましたが、コロナはマスクをみんながするよう勧められています。コロナは SARS のような致死率が高いわけではなく、重症化する人もいれば無症状の人もいると。発症前から人に感染させる厄介なウイルスです。最後に、治療薬がないということが人々の不安を募らせているわけです。症状が軽い人がいるために、人々の警戒心には温度差があり、どこかの大統領は、風邪程度だと言えば、徹底した感染予防を必要として、外出禁止令を出す国もあります。こんな状況下で、秋の講演会をどうして行えばいいか、難しい問題となりました。もうすでに川原先生には昨年の暮れに理事会で決議し、講師を依頼済みでしたので、コロナが流行していなければ春の
プレ講演会、秋の本講演会という予定でした。そもそも街道にお客様を迎えられない状況になった中での講演会をどのように開催したらいいか見当がつかない状況にでした。しかし天沼教会にはクルーズ先生の講演会、テッド・ウィルソン先生の講演会の時に素晴らしい映像を送るシステムが与えられました。その時はもったいないという意見もありましたが、神様はこの時のために私たちの教会に与えてくださっていたんだなと確信するものです。緊急事態宣言の礼拝配信の経験が力になりました。川原先生も今年の予定していた講演会はすべてコロナのためにほとんど中止になり、また録画によって講演をするということになっていました。川原先生との講演会をどのようにするかの打ち合わせでは、秋の講演会のみにすることにということで確認し合いました。昨年の講演会では一日も休まなかったので、一日は休みを入れましょうかというお話もしていたのですが、インターネットライブ配信で講演をするのであれば、毎日同じ時間に同じ帯で配信する方が皆様にとって良いのではないかという考えのもとに、先生も賛同されて22回の連続講演会をしましょうということが決まりました。それに安息日礼拝も4回快く引き受けていただき、26回のお話をしてくださることになったのです。先週の木曜日までの講演会が終わることができました。部に昇格したメディア連動部の体制ができていたこともあります。この講演会の成功の鍵を握る要の部として機能いたしました。私たちの教会では放送係という係でありましたが、3年前にですね、メディア伝道部として体制を作ったことによって、このコロナ禍において本当に機能し、皆さんに礼拝を、そして講演会を無事に届けることができました。講演中にはこの講演を中止させようとする何かの力が働いているのではないかと思うような出来事もあり、それを不思議な導きによって乗り越えることができました。そして教会の見えなかった賜物が発揮され、3週間の出来事でした。その結果がこの結果となりました。私たちは無観客でこの礼拝をしようと、講演会をしようということでしたけれど、神様は本当に不思議な導きを持っていただいて、ネットで同時に見てくださった方が、教会ではよく述べて言いますけど、7423件の方が、この22回の講演を見てくださった。10月25日の段階ですね。そして平均337件、お家でご家族3人、4人と見てくださっている方を入れると、人数はもっと多いということになりますけど、最低でも337人の方が毎日この講演を見てくださったということになります。出席者、これはここに講演会を聞くために来る方ではなくて、ほとんどがこの講演に携わってくださったスタッフの方たちの数です。これだけの方たちがスタッフとしてお手伝いしてくださいました。そしてインターネットライブ配信ですので、それをインターネットに保存しまして、みんなが見れるように今もしています。その累積の件数が35218件、10月の25日、講演会の終わった次の日の段階です。
平均1601回の回数を見てくださっています。もし言えば337人の方が3回も見てるということになりますね。同じ番組を3回も見てくださってる、いやそれ以上に他の方たちにお伝えしているんではないかと思いますね。35,218回、それぞれの講演をまた見てくださっているという方がおられるということを、この結果が、示しています。私たちは昨年同じ川原先生の講演会をいたしましたけど、この会場に来られた方は約平均で100人ぐらいでした。それを思うとですね、337人の方が同時にこの講演を聞いてくださったということは本当に天野教会にとっても祝福であり、この講演をしてよかったなと思うことであります。このコロナ禍の中でですね、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもというこの聖句が私たちの心に染みます。私たちは今本当に未曾有の病の中で、みんなが苦しんで、それにかからないためにも人が接触したりあるいは会ったりすることのない本当に悪いと思える時です。しかし神様は御言葉を伝えなさい、時が良くても悪くてもと言っておられます。私たち神様は私たちが気づく前から準備してくださっていることについてお話ししたいと思います。安息日学校やの証や、職員礼拝でお話ししていますので、お聞きになっている方もおられるかと思いますが、少しお聞きください。エレミア1章の5節、私はあなたをまだ母の胎に作らない先、あなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万軍の預言者にした。鳥本健之助という、ものがいます。昭和初期、天沼教会通りに家族とともに住んでいる銀行員でした。これは私の祖母おじいちゃんであります。うちの母が4歳の時にですね、この東京に出てきたということを言っていました。富本健之助は神蔵小学校を卒業して、滋賀県に生まれて神蔵小学校を卒業して、そして銀行に雇われたそうです。まあ、明治時代ですので、ね、そういうことですね。要は丁稚としてですね、銀行に、こう優秀な子どもたちを集めて、その当時の銀行は集めてたようです。そして、学校を出してもらって、大学まで出させてもらったと、祖母が言っていました。そして、家族とともに、昭和初期、今母が97歳ですから、4歳の時ですから、今から93年前にこの天沼教会の近くにあります、教会通りの今ですね、ラベーユさんの工場があり、あるいはその隣にですねラーメン屋さんがあると思うんですけど、多分あの奥あたりに最初に住んだと言っておりましたけど、そこに移り住みました。そしてある時ですね、銀行に勤めていたんですが、何か体の調子が悪くてですね、なかなか調子が良くならないということがありました。そして、その当時にですね出入りしていた八百屋さんがですね、外国人で診療している病院があるからそこで見てもらったらということを勧めてくれたんです。それが、ですね、同じ90年前に開院しました東京衛生病院だったんですね。その当時はたった20床というのは診療所ですね、診療所に病室がついている病院でした。
そして、そこで、入院し、検査を受け、病名はどうなったのかということを言っていたわけですけど、ちょうどその時、うちの祖父は、安田財閥系の銀行に勤めていましたので、ちょうど日本橋のにある支店の、まあ、半沢直樹ではありませんけど、貸付課長をやっていたということでしたので、その時にですね、その役職ゆえにですね、融資の受ける企業の担当者が、貸付課長が入院したということでですね、この、まだまだここは開けてない頃ですけど、この衛生病院の駐車場に、黒犬の駐車場に車がいっぱいになってですね、そして、もういっぱいになったと言われます。その時の院長がこのゲツラフ先生ご夫妻ですね。この先生がこの衛生病院を作られた最初の院長です。この先生に出会って治療を受けることになりました。そしてこの当時の病院、ちょうどこの前、この小さい時に私は見ていますけど、この玄関がこの訪問客でいっぱいになったということでして、月原先生も50周年記念の時に来日された時に、そのことをまだ覚えてらっしゃってですね、そういう患者さんがいましたねっていうことを、その当時の総府長さんに、聞いてらしたことがあったということでした。この衛生病院に入院し、そして彼の病名が分かり、当時膵臓炎だったということでですね、病名が分かり治療を受けたということで、祖父はですね、いたりこの病院を感心し、そして気に入って、そしてそれからもですね、先生たちあるいは看護師さんたちともですね、仲良く過ごしたということです。そしてですね、そしてその祖父の娘である私の母がですね、と、そして、おばあちゃんである、祖母がですね、2人で聖書研究を始めたということになっています。そして聖書研究をし、母が、信仰を受け入れ、そして、セブンスアドベンチストに、なったわけです。そして、その後私たちはですね、この天沼教会で家族ともにですね、礼拝をし過ごすことができました。そして本当に不思議な導きもあったと思うんですけど、私も衛生病院等でですね、奉仕することができ、今に至っているわけです。神様は不思議な方法で、私では生まれる前にこの教会に私を導いてくださってたということがこの証になります。そして本当に90年前、私の形を何もない時からここに立つ私を作ってくださっていたと、そしてご計画のうちに立てさせてくださっているということを感じます。皆様も不思議な導きによってこの教会に集まっているのです。神様、皆様に不思議なご計画のもとにこの教会に私たちを集わしてくださっていると思います。もう一つお話をしたいと思うんですけど、国学院大学の樋口清幸先生、この先生はですね、もう亡くなられてますけど、明治42年ですから1909年に生まれているんですけど、この先生のですね、私 NHK の文化講演会を聞いたことがあります。この先生は歴史の、有名な先生で、よく NHK でですね、特集で、解説をしていることがありました。その先生が NHK の文化講演会でお話した中で、先生が旧制中学校に入学した後、自分の部屋で英語の勉強をしていたということです。気持ちの入らない勉強の仕方で英語の教科書を読んでいた時のことです。襖を返して隣の
隣で裁縫をしているお母さんが物差しで畳をと叩く音が聞こえました。そしてお母さんはキングス・イングリッシュで朗読し始めたのです。樋口先生は炊事や洗濯しかしないお母さんがキングス・イングリッシュで朗読することを朗読今自分が勉強しているところを朗読しているのを聞いてびっくりして恐れ入りましたと感服したよ。そして帰ってきたお父さんに聞きました。どうしてお母さんは英語ができるのと。お父さんはお母さんはねと言って、女子高等師範を出ているんだと。皆さんお分かりになるか分かりませんが、明治時代の人が女子高等師範を出てるって言ったらとても素晴らしいすごい、高学歴なお母さんであるということが分かると思います。女子高等師範を出ているんだということではありませんが、先生はそれから背筋を伸ばして心を入れ替えて勉強に励んだそうです。そしてその後お母さんに聞いたそうです。どうして英語ができることを隠していたのと聞いたそうです。そしてお母さんは息子にとって大事なその時に使おうと思っていた、この一点にかけていたんだよというふうにお母さんは言ったそうです。私たちも大事な一点のために私たちの能力を使う時があるのではないでしょうか。三育学院中学校ではバテスマ式のある金曜日の夜、ベスパーでは祈りの組がよく行われていました。バテスマを受ける人の祝福を祈り、バテスマを受けている人は先に召されたものも心を新たにし、この心を新たにできるようにと祈ったものでした。先に召されたものに対しての注意を与える聖句があります。また20章の一節からお読みしたいと思います。また20章の一節から、新約聖書の31ページになりますけど、マタイによる福音書20章の1節から、天国はある家の、ある天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明ける前と同時に出かけていくようなものであるという、話から始まります。このお話は、葡萄園にある主人がですね、葡萄園に労働者を雇うために夜明け朝早くからですね出かけて行って労働者を雇い入れるお話になっています。労働者はですね一日一デナリの約束契約でですね葡萄園に、働きに行きます。そしてそれからまた9時になってもうまたその場所に行って、そこに立っている人たちにですね、あなた方は葡萄園に行きなさい、相当の賃金を払うから、働きなさいと言ってまた9時にも、労働者を雇い入れます。まあ、そしてまた12時ごろになり、また3時ごろになっても同じように市場に行ってそこにいる人たちを私のブドウ園で働きなさいと言って迎え入れます。5時ごろになってもまた出かけて行ってそこに立っている人たちを、一日中そんなところに立っているのかと言って、私のところにブドウ園で働きに行きなさいと彼らを誘います。そして夕方になってブドウ園の主人は管理人に行って労働者たちを呼び集めて最後に
最後の人から、一番最後に来た人から順番に賃金を払いなさいということを管理人に申し付けます。そこで5時一番最後に来た労働者からですね、1値段の賃金を払うわけです。そして最初の人たちはその5時に来た人たちの賃金を払うのを見てですね、もっと私たちもらえるんじゃないかと思ってですね、期待してその主人の管理人のもとに行って賃金をもらったら同じ賃金しかもらえなかったということですね。そして主人に向かって不平を言うわけです。最後の者たちは1時間しか働いてないじゃないですか、一日中労苦朝を辛抱した私たち同じ扱いですかって言ったんですけど、その主人はこういうふうに答えます。友よ、あなたに対しては不正をしてはいないよと。あなたは私と1年来の約束で1日働くって約束してきたんじゃないですかと。ちゃんと1年来を渡したではないですかという。そして主人はみんなにそうしてあげたいんだというふうに言って、最後にこのように後のものは先になり先のものは後になるのであるというふうにこの聖句は締めくくっています。信仰を早く受け入れた人たちが後になってしまうかもしれないという注意を与えられているように感じますが、これをですね、私なりに解釈いたしますと、まあ、この解釈が正しいかどうか分かりませんが、長く働く信徒も一瞬働く信徒も報いは同じです。長い信仰生活も短い信仰生活も報いは一つ、天国は一つなのです。よく聖書研究で聞いて決心を遅らす人の中にですね、十字架にかけられた泥棒のように最後に受け入れるからその時教えてくれたらいいという人がいます。しかし、ここの教会でもですね、年配の人がバプテスマを受ける時の証でよく若い時にイエス様を知っていたらもっとよかったのにというお話をします。十字架上でイエス様を受け入れた泥棒と受け入れなかった泥棒、五分のように思いますが、フィフティフィフティの選択なのかものように見えますが、誰も自分が死ぬ瞬間を予測できない、人は予測できないのです。明日の命か10年後の命か誰もわからないのです。迷っている人はイエス様を受け入れるチャンスは今なのです。そしてこの世の中にはイエス様を知らない多くの人たちがいます。それらの人に知らせるよう聖書は言っています。マタイ24章の14節には、この御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えるのである、そしてそれから最後が来るのである。エレン・ホワイトはこのようにこの場所を解釈しています。主は世のすべての人が悔い改めるとは言わないで、この御国の福音はすべての民に対して証しするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後が来るのであると言っておられる。世に福音を伝えることによって主の来臨を早めることが我々の力でできるのである。我々の力でできる。すべての人が悔い改めるわけではない。しかしこの御国の福音は
我々私たちの手で私たちの力でできると、そしてそれが再臨を早めることができるんだとエレン・ホワイトは言っています。イエス様が戻られるときに弟子たちに残した言葉があります。マタイによる福音書28章18節から20節最後のところにこのように書かれています。イエスは彼に近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権限を授けられた。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子とし、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。すべての信者は御言葉を伝えるべき器です。そして私たち教会もその器です。エレン・ホワイトはこのように言っています。救い主が弟子たちにお与えになった任務には信者が全部が含まれていた。これは世の終わりに至るまで全てキリストの信者が含まれている。旧約の働きが牧師だけに負わされていると考えるのは重大な誤りである。天の霊感を受けた者は全て福音を述べ伝える責任を負わされる。キリストの命を受けた者は皆同胞の救いのために働くように任命される。教会はこの働きのために設立されているのであって、聖なる誓いによって教会に加わる者は皆そのことによってキリストと共に働く者となることを誓ったのである。今日パサインダークラブの子どもたちが誓約をいたしました。聖なる誓約によって私たちここに座っている教会員もこの教会の仲間になりました。そしてこの教会が設立されたのは私たち同胞にこの救いのメッセージを伝えるためにこの教会は建てられています。そして全ての信者が天の霊感を受けた者は全て福音を述べ伝える責任を負っていると言っています。牧師だけの仕事ではありません。私たち天の霊感を受けた者はこの私たちのこの同胞たち、あるいは同胞、いや友達、隣に住む隣人に対して私たちは働かなければなりません。この教会が設立され、そして皆さんが集まっているのはこの教会の共に働く人たちがこの世の終わりの福音を全世界に述べ伝えるための任務だと言っています。そして聖書は言っています。イエス様はいつもあなた方と共にいると。どんな時にあってもいつも共にいると。このコロナ禍の中、私たち今世界中でこんなウイルスのために集会ができなくなるとは思いもよりませんでした。教会に集まることができないなんて思いもよりませんでした。しかしイエス様は言われます。いつもあなたと共にいると。あなたと共にいるのだから、私たちはイエス様の恵みを通して救われたこの喜びを、この福音を私たち同胞に伝えなければなりません。まだまだ私たちはまだこのウイルスと戦っている状況が続いています。まだ先の見えない状況です。しかし私たちはこの教会が与えられ、そしてこの教会に集い信仰を保つことができています。そしていつも
いてくださるイエス様と共に歩むことができるのです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、おすすめを感謝したいと思います。それでは閉会賛美歌225番、閉会賛美歌225番です。どうぞご起立ください。天にあしあいます優しいお父様、この未曾有の災難の中にありながら私たちが今過ごしています。時が良くても悪くても、あなたの御言葉を伝える器として私たちを用いてください。そして新しい一週間もあなたがと共にいてください。あなたの約束を信じ、いつもあなたと共にいるという約束を信じ、新しい一週間を歩んでいくことができますように、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。